この先に待つのは宗神の八門金さの陣。ただ進めば殺されに行くようなものでしょう。そなたは？なあ、俺は徐玄直、ただの通りすがりですよ。なんだ、怪しい野郎だぜ。怪しいか、確かに。でもあなたに足りないものは教えられますよ、劉備殿。お主、この状況で兄者として近づくか。徐玄直と言ったか。私に足りぬものとは知略、つまりは策を操り戦の大局を描く軍師。ふん、お主、斧が知略を売り込みに来たものか。ああ、いや、そういうわけでは。そういえば、小耳に挟んだことがある。この地には牙領と称される賢人がおられると。そなたがその牙領か。いや、そうでもなくて。もったいつけないでくれ。今の私にはそなたの言う通り軍師が必要なのだ。牙領に会いたいんですか。ああ、ぜひとも。ではここは俺に従ってください。この陣を破り、あなたを牙領のもとへお連れしましょう。牙領のいる山は戦をしている限り開かない。まずは敵の八門金太の陣を破ります。橋を渡り向こう岸へ行きます。まずは橋の手前の拠点を取りましょう。劉備殿と俺は西へ、関羽殿は東へお願いします。そこにあるのが死です。まずは正門と呼ばれる門から入りましょう。南東の門です。やってくれるぜ。さすが兄者だ。近寄っては敵の思うツボです。北へ行くには迂回する必要があります。南から西へと進んでいきましょう。
つとったり。飛んで火にいるなんとやらだな。さあ、恩人は俺らでいただくぜ。なんというか、素晴らしいです。この強靭さ、できればご教授願いたい。OK。ちょうどに我が知略を試させてもらおうか。一人とは、あなたの一番槍を狙っている。なら、好敵手というわけですね。ここに獲物がいるってのは分かってたぜ。あ、おとなしく狩られるんだな。わしに撃たれる覚悟はできたか。ここに直れ。僅差の陣は破りました。曹操軍がいなくなれば山門も開くはずです。序書の際、鮮やかなり。戦は武のみにあらず、改めて思い知った。この西洋も上回る。我が魂を受け入れ、受けて果たしていかなる人物か。よくやってくれた、雲長。いざ、この超春雷と華麗なる勝負を。我が領主です。散りゆく美しさは私には不要。またお会いしましょう。敵将討ち取ったり。深夜にいる曹操軍は退けられたようです。さあ、ラリオに会いに行きましょうか。なんというか、素晴らしいです。その強靭さ、できればご教授願いたい。止まりなさい、不審なものよ。この先へ進ませるわけには参りません。知略の重要さを思い知らされた。我々が必要なのは彼のような軍師だ。なあ、おそらくあの方はガリオン。魂の時ですが、受けて話し合える雰囲気はない。他に座の進む道は拙者が切り開く。邪魔をするのであれば容赦はせぬ。名だたる豪傑とお見受けしました。ですが、簡単にはここを通しません。曇りなきお心、この月影にも伝わりました。孔明様はこの先です。どうぞお進みください。そなたがガリオ諸葛亮殿か。私は。ええ、存じ上げております、劉備殿。
そなたに会うために私はこの地へ導かれたのだろう。ぜひ軍師として我が大願成就の力添えをしてくだされ。わかりました。では劉備殿、これよりあなたには陣の人としてこの乱世を進んでいただきます。陣？そう、陣こそがあなたの志の形。天下にあなたの輝きを示す光です。これでいいのですか、現直。なあ、今の劉備殿に必要なのは俺じゃない。劉備殿に陣という道を示し、一方戦では軌道を操る。それができるのは君だけだ。君が羨ましいよ、孔明。けど俺は君にはなれない。どこへ？どこへか。俺は俺の在りかを探すよ。劉備殿を頼む。